上期を振り返り、毎週お届けしている温泉地ニュースや動画で取り上げてきたランキングから上期おすすめ温泉地10選をお届けします。最初に選んだのは全国でも屈指の人気温泉地、日本最古といわれる道後温泉です。温泉地とアートイベントとしておなじみの道後アートが今年も開催されています。今年は高価不高価、例年以上に注目されたイベントも。全国で上位人気の温泉地同士で協定を結びました。大阪・関西万博は2025年4月13日から10月13日まで開催予定です。そして春には嬉しいニュースも届きました。工事の完了まで約1年となりました。待ち遠しいですね。日本最古の温泉地で一番歴史があるとされる宿です。2023年6月に発表された JTB の優秀旅館ホテルに選ばれています。こちらは観光業界のプロに評価されているホテルです。鵜飼の会場までは車で1時間くらいかかるようです。続いてはこちらも歴史があり、日本三名泉に数えられている玉造温泉です。美肌県の島根にあります。燃料費が高騰している今、温泉エネルギーの活用に注目が集まりつつありますね。 LINE アプリを使った観光ガイドがスタートしています。紙ではできないサービスを充実させることでペーパーレスも進むかもしれませんね。ホテル旅館100選に選ばれている霞水苑南です。グループの施設はとても洗練されていて人気ですね。様々な予約サイトで口コミ評価の高い宿です。創業時の将軍は暴れん坊将軍でおなじみの徳川吉宗です。中国エリアに3軒ある貝の一つです。様々なご当地体験も楽しめます。3番目には山口の長戸湯本温泉を選びました。湯本とつく温泉地は日本でいくつくらいあるんでしょうね。温泉街の再整備が成功事例として表彰されました。温泉地の表彰は木の先温泉以来で2例目だそうです。2022年夏、博多から長戸湯本までの直行バスがスタートし1周年を迎えました。ホテル旅館100選に選ばれ続けているのは大谷山荘です。天体ドームで季節を感じる星座を楽しみたいですね。温泉街を流れる訪れ川で川床も楽しめる貝長戸です。ご当地感をテーマにしたお部屋に憧れが止まりません。ご当地の美味しい料理に出会える宿です。消費量が減る清酒ですが、国税庁のデータによれば高級な日本酒の消費は逆に増えています。続いてはラジウム温泉として国内で高い人気の三笹温泉です。全国の温泉地で行われる夏の風物詩である花火大会三笹では今年クラウドファンディングを行いました。旅館の仕事を小学生が体験する授業が行われました。大人になってから宿泊業に就かないにせよ、地元の温泉地愛を持ち続けてほしいですね。観光業界のプロの評価が高い伊山の大岩崎築屋造りの天井が美しいですね。登録有形文化財に出会える施設が続きます。美しい建物、温泉も素晴らしい体験になりそうです。昭和初期の最高の技術、名木に出会えそうなのは旅館大橋です。世界に誇る美しさにゆっくりと触れたいですね。前半最後に選んだのは美しい海岸沿いにある海家温泉です。温泉街の再整備などメディアに取り上げられる回数の多い温泉地です。春には温泉街にスイーツ店が3軒同時にオープンしました。これから温泉街に定着し新たな海家メニューが生まれていくことが楽しみです。ふるさと納税の返礼品として注目のプランが話題になりました。このニュースで離れたエリアの人たちにも温泉地と宿の認知度が高まったかもしれませんね。港から温泉街までは車でほんの20分の距離です。先ほどのふるさと納税のニュースで紹介したのはこの宿シオンテイでした。
このチャンネルでは高級温泉旅館だけを紹介する動画も投稿しています。こちらは観光業界のプロからの評価の高い霞堤です。渚百選、朝日百選などに選ばれている眺望を楽しめます。後半最初に登場するのは秘境にある秘湯の祖谷温泉です。一軒宿の温泉地です。祖谷温泉でおなじみのケーブルカーがリニューアルされました。彼の作品には滋賀の大事や箱根の温泉宿でも出会えます。現在は中四国エリアでおなじみの総合不動産企業のグループ会社です。祖谷系のほか岐阜の白川郷、宮崎の椎葉村が選ばれています。このチャンネルでは3のつく称号がある温泉地だけを取り上げる動画も投稿しています。続いてはこのチャンネル初登場となる湯の津温泉です。世界遺産である石見銀山遺跡とその文化的景観その一部です。春に新たな宿泊施設が3軒オープンしました。廃業した旅館を改装し長期滞在を想定した施設になっています。歴史ある共同浴場は薬師湯です。日本温泉協会で当時最高級の認定を受けたお湯に出会えます。薬師湯からほど近い温泉街の真ん中にある宿です。カンパチ、タイ、ノドグロなど地元の海の幸を満喫できそうです。創業は1910年の老舗旅館マスヤです。施設の中で明治から令和までの時代の移り変わりを見つけるのも楽しそうです。こちらは大正ロマンを感じられる宿野川屋です。福光石の石切り場は今も見学することができます。8番目に登場するのは日本三景宮島を望む宮浜温泉です。温泉地の歴史は新しく開湯は1964年です。宮島の人気から宿泊施設も増えています。新たな人気宿が生まれてくるかもしれませんね。冬には市が開催する花火大会が行われています。広島の寒い時期に柿汁を飲みながら花火を楽しむなんて広島のいい思い出になりそうです。美しい庭園と眺望が魅力の宿です。このチャンネルではセレブが愛した温泉地温泉宿を紹介する動画も公開しています。美しい眺望を客室にある露天風呂から楽しめることで高い評価を得ている施設です。宮浜温泉の歴史とともに歩んできた宮浜ブランドホテル、日本三景を楽しむインフィニティ風呂なんてとても贅沢ですね。9番目には美作三湯の一つ湯原温泉を選びました。今年投稿主は三湯の一つ湯の郷温泉で天然のホタルを満喫する機会にも出会えました。エネルギー活用以外で温泉水を使ったニュースが減っている中とても楽しみです。温泉内で春に掲げられるのは鯉ではなく半咲きです。半分に裂かれても生きているという言い伝えからこの名で呼ばれているそうです。湯原温泉といえばやはりダム下にある砂湯ですね。湯あみぎは温泉宿のおかみさんとワコールの共同開発だそうです。砂湯から一番近い場所にあるのがこの宿です。愛犬と温泉街を探索するのも楽しそうですね。ジブリ作品の聖地にもなっているのがこの油屋、名前もそのままですね。いよいよ最後の温泉地となりました。伊予の三湯に数えられる丹生川温泉です。昨今宿泊数は減り続け穴場の温泉としての注目が集まっていますが活性化構想が進んでいます。丹生川渓谷の眺望が素晴らしい宿です。アルカリ性の高い美人の湯、ご当地グルメを堪能できそうです。温泉街の一番奥にあるのがこの快楽荘です。タオルでおなじみの今治は日本最大の海事都市と言われています。巨大な岩のある浴室で道後勝りのお湯を楽しめる施設です。
幸楽焼きは、新鮮な海の幸を塩だけで味付けして蒸し焼きにする料理です。最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。次の皆さんのご旅行の参考になればと思います。そしてよろしかったら、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。